大丈夫か。いや大丈夫でございます。改めまして、はい、まつり先輩、この度は本当に本当にお誕生日おめでとうございます。やったー、ありがとう。めちゃめちゃ激しい曲をね風間にお願いしてまああのごじょちゃんは体力もりもりなんでまあできるだろうと思って。いや、その信頼に応えられてたの本当に良かったです。すごかったよ、ありがとうね。いや、こちらこそ、はい、まつり先輩と一緒に踊るのは、そうだね、全体曲以外はない。そう、二人とかはね、全然ないから嬉しかった。いや、ありがとう。ちょっとね、もち誕生日ガールなんで。あ、そっか。ちょっとお願いを聞いてほしいんだけど、いいかな。お願い、うん、お願いお願いお願い。ちょっと可愛いな、ちょっと、もちろんじゃあ、風間がちょっと、はい、告白とかしてもらっていいかな。上さんの入れ知恵ですか、それ。なんか、告白させてくれるんだって。じゃあ、お前に好かれたいんだよ、風間。え、好きかもしれない。じゃあちょっとガチ恋距離でお願いしていいですか。ガチ恋距離でございますか。祭りって言わなくていいから、君のことが好きだよ系で。ちょっと待って、君で。それ本当に祭り先輩大丈夫ですか。いや、そうです、そうです。もう何回でも見返すんで、君でお願いします。それでは、風間ゆはの告白まで3、2、1、9。君のことが好きだよ。あー、ええ、どうぞ。この後もね、楽しみにしてますんで、うん、ありがとう。頑張ってくださーい。はい、じゃあ改めまして、お誕生日おめでとうだってでございます。洗脳洗脳、コロネが洗脳、可愛いコロネが洗脳中。